ただいまー。おかえりワイフ。なんか撮っとるなんで届きましたよ。え、何が？その床に置いてあるの。あー、これは先ほど届いたのです。やったー、さっき開けてくれてよかったのに。いや、ほら、先開けるとワイフにどやされるから待っておりました。うむ、よろしい。よー、じゃあ開けよう、開けよう、開封開封。ただいまー。はい、オープン。はいはい、オープン。厳重な梱包がされております。ねえ、陶器だからね。ねえ、割れ物だから。じゃーん、は、出ました。ドッグ、お皿、ご飯皿です。ご飯皿で、ね、実はそうそう、1個はさっき買ってたんだよ ね。でも、ほら、うち2個1やん、ということで、1個は2人寄せになってました、はいはい、じゃあもう1個同じので。これなんかいろんな色あったよね、これ、カラフルな。そうやね。そう、でもあえて白を選んだと。そう、あえて白で、つや消ししてる、マットな感じ仕上がるのね。2皿です。高さがね、食べやすいかもね。ワンちゃんが食べやすい高さらしいです、うんうん、師匠も、師匠さん、師匠まだご飯入ってないよ。入ってないんだよ、まだまだ入ってないよ。ワンちゃん、ご飯入ってないよ、そこ前はこんなん使ってたもんな。ね、見て、この板の切れっぱしに皿ね、これだとね、滑っちゃって皿が落ちちゃうっていう、ね、あ、師匠さんが歓喜の声を。そして今日届いたお皿登場。どうぞ。はい、じゃあお座り。はい、師匠。師匠はあのハウスしてます。師匠こっち。はい、師匠ハウスで食べたいそうです。師匠、ほら、あ、来た。え、これは師匠、親瓶の横やと。緊張してた。プレッシャーが、うん、よいしょ。はーい、はい、よいしょ。師匠落ち着くもんね、ケージの方が。さあ、どうでしょう、初めての。はんちゃん、すごい美味しそうに食べてる。食べやすそうだね、はんちゃん、いいね。お師匠さん、どうかな。ちょっと鼻短いけど、食べれる。なんか、問題なさそう。あ、いいね、いいね、いいぞ、いいぞ。周りも綺麗にしながら、ね、あ、ワンちゃんもう食べ終わっちゃう。ワンちゃん早いよ。いいね、安定感いいよ、うん、ね、結構重いもんね。うん、落としそう。ダメ、落としたらもう雷や。怖い怖い、気をつけます。ワンちゃん早くも完食。美味しいね。お、ゲップが出ました。師匠はちょっとマイペースで食べております。で、こっからいつもの流れだと、ハンちゃんが師匠のご飯をプレッシャーをかけに行く。師匠ちょっと警戒しとる、ハンちゃん。不穏な気配。ハンちゃんチラチラ師匠の方気にしながら。さあ、行った。行きました。ハンちゃんダメだよ。ハンちゃん、師匠にゆっくり食べさせてあげて。師匠まだゆっくり食べてます。ハンちゃん警戒しながら、はあ、ちゃん、なんや、ハンちゃん、その声なんや。ちょっとちょうだいって。師匠嫌って。あんな名残惜しそうに。